皆さんこんばんは。こんばんは、乃木坂46猫舌ショールーム乃木坂ニャンバーワンが始まりました。イエーイ。はい、水曜日は私たち乃木坂46がお送りいたします。今日のお相手は神奈川さやです。よろしくお願いします。イエーイ。そして筒井あやめです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこの番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンになっております。はい。そして初めてショールームをご覧になる方はまず無料アカウント登録をお願いいたします。はい。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散しちゃってください。お願いします。お願いします。ということでこれから2時間お楽しみください。楽しみください。2時間ですよ。ですよ。9時まで。はい、じゃあもう行っちゃおうかな。はい。最初の企画はもぐもぐタイム。イエーイ。嬉しい。楽しみです。この時間は、猫舌ショールームの名物コーナーもぐもぐタイムをお届けしちゃいます。わーい。今日私たちがいただくのはこちら。じゃん。じゃじゃん。チーズケーキでーす。チーズケーキでーす。おいしそう。美味しかった。なんかすごい白飛びしてるね。あ、本当だ。見えるかな。あ、見えないでーす。でもね、三層になってるよね。ね。多分。美味しそう。ね。食べたい。クッキー生地と。ということでこちらを食べていきたいと思います。やったー。まずはね、お手手をね。ふきふきして、ふきふきします。皆さんはご飯食べましたか？今じゃない？でもね、今ぐらいだよね。今の時間帯に食べそうな予感はしてるけども、どうなんだろう。あんちゃん今日何食べたの？今日はお昼はオムライスを食べに行きました。いいな。そう、まえたんと一緒にお仕事の帰りに、はい、帰りに行きました。いいね。めっちゃ美味しかった。久しぶりにオムライスを食べたかもしれない。オムライスね、食べないよね、あんま。そう、なんか一人暮らしだと余計作るって気にならないから。わかる。自炊はしないの、あんまり？最近ちょっと挑戦し始めてます。おー、いいね。そうなの。あいちゃんはする？自炊。全然。しない？うん。めっちゃしそうだと思うの。うそ。でもお鍋とかは、なんか冬になったら、簡単じゃん、入れて。確かにね。これ取るところあるか？え、ある？あ、あった、あった。横にあるっぽい。オムライス家でしか食べないだって。へえ。お店で食べたことある？え？あるある。ある？レイとね。うん。もう何年も前だけど行ったわ。行った？いや家でも美味しいけど、オムライスはお店でも美味しいからね。うん。よし。いただこうかな。わあ、すごい取り方するんだね。あ、無理だ。すごいくるくるタイプ。どうぞ。すごい器用そう、めっちゃ。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそうなんですけど。わあ。クッキー生地が。いただきます。うーん。うーん。なんか。チーズケーキなのかな。美味しい。ね、濃厚じゃないんです、チーズが。ね、舌触りもいいし。あ、美味しいわ。なんか頑張っていけるね、甘いものって。うん。本当に。うん。でもやんちゃん甘いもの食べなさそう、あんまり。なんかケーキって誕生日ぐらいにしか食べないから。すごい久しぶりに食べた気がする。うん、確かにな。ね。でも今年、なら誕生日来てないのよ。今年3、ん？今月？うん。だから、うん。多分、どっかでケーキもらえるかなって思ったらもう食べちゃった。楽しみだね。楽しみめっちゃ。え、何歳になるの ?21。うん。なんか早いよね、時も。早いってね。だって、高校生だったじゃん、前まで。そうなの。でも、気持ち的にはまだ高校生なんだよね。そう。21歳なのに。そう。へぇ。でもやっぱり、うん、20になると、うん、
21に行きたくなくなっちゃう。変わるの、その20と21。なんか気持ち的にはあんま変わんないけど、うん、やっぱ20でいたいなっていう気持ちが強かったかもしれない。18だもんね今。うん、今年はもう誕生日来た。来た。来たか。来て18になった。そっかそっか。18だって、あやちゃん18だって。あと2年で20歳だよ。うん、やばいよね。やばいね。すごい、やっぱ時代流れが早いわ。うん。みんな若いって言ってるわ。そう。まだ19。まだ19なの、あいちゃん。え？あ、JK？ うん、JK だよ。なんだろう、なんか JK じゃない感じもするけど、うん、JK っぽい気もする。そう、なんか難しいの伝えるの、これラスト JK なんだよね。いや、LJK ってやつ。うん、あららららら、はめしい。はめしいよな。うん、この曲めっちゃ好き。でも大好き。うん、うん、めっちゃ美味しいです。うんふん。はぁ、あ、髪型どうしたって、まだ触れてないっけ。あ、本当だ。お揃いにしたんだ。今日はお揃いっちにしたいって言ってマネージャーさんに聞いたけど、うん、マネージャーさんがメイクさんに聞くっていうね。そう、メイクさんが決めてくれた。そうなんです。ツインテール、長いね。え、思った今めっちゃ長いじゃん。だって縛ってここら辺まであるの、すごい。すごい。伸ばしてんの？の、なんかの伸びた。気がついたら。そうそうそう。わかるわかる。あるよね。うん。遊びに来た。ありがとう。最高だって。やっぱみんなツインテール好きなんだね。ね、なんかさ、短い髪の毛のツインテールと長い髪の毛のツインテールってどっちが好きなんだろう、みんな。ああ、やっぱでも長いの、長いツインテールってめっちゃ可愛いよ。ああ、なんかアイドルって感じするよね。うん、確かに確かに。あ、ロングツイ、長い方、あ、長い方が好きなんだみんな。うん、私茶髪のさ、その長い髪のツインテールっていいよね、うんうん、なんか確かにちょっと色抜けてきたよね。私が今黒だからね。あ、確かに。余計もう明るくしないの？え、したい。え、してほしい。あやちゃんの茶髪結構好きだったよ。そうドラマで、うん、黒にしなくちゃいけなくて。そういうことか。だから終わったら、うん、もうすぐ美容院で染めに行く。うわ、楽しみ。みんな お楽しみにしていてください。金髪にしてみないかって。え、人生で一回はしたい。ね、したいよね。わ、うん、かる、めっちゃ。金髪はね、夢があるよね。うん、金髪ショートとかしてみたい。うわ、いいね。うん、あとね、最後ね、ボーイッシュがしたくてしょうがない。なんか、ハイシルナーみたいな感じのボーイッシュがすっごい、意外、羨ましくなる。もう次いっちゃっていいのかな、これって。9分今。でもまだ早そうだよね。ね、25分までだよ。確かに。あ、まだ全然大丈夫か。じゃあまだケーキ食べちゃおう。何話そうかな。うん、ドラマ面白そうって言ってる。うそ、もう始まった1話。え、まだまだまだか。今日ね、予告映像みたいなのが出たの。ああ、そうなんだ。そうそうそう。え、絶対見よう。うそ、21からだから。21か。うん。で、あと8、9、9日後。うんうん、楽しみ。10月21。21ってもう後半なんだね、10月。え、やばいよ、だってでもう12日だって。え、そうだよ、もうすぐ11月来て、すぐクリスマス来て、お正月になっちゃう。なんかさ、早くない？9月からすごい早いんだけど、うん、早いね。
なんか毎年早いって思ってたけど、うん、今年早いのさ。今年やばいね。なんでなんだろう。なんだろうな。ハロウィンもあるのか。ハロウィンってさ、うんうん、何してるのいつも私。ねえ、でもさ、ハロウィン誕生日だから、うん、ほとんど誕生日気分なのよ。あー、確かに。そう、ハロウィン気分はもう。去年のだから。あ、でも、ミーグリとかでみんななんかするか。あー、確かに確かに。仮装ね、したり。なんか、買わないといけないな、仮装。えらい。しない、今年。去年何したっけ。去年何しちゃったっけ。去年なんかしたっけ。耳つけたかな、猫。なんか髪の毛で耳つくった気がする。あー、猫のやつ。そう、なんか今5期生流行ってるよね。なんかやってるね。でもね、結構多い気がする。確かに。あれやったことないの。どうなってるのあれって。三つ編みして、三つ編みを、三つ編み、こう立てるのってどうやってやるの。なんか立つんよ、いい感じに。すごい。そう、あ、この曲も好き。大好きやん。どうしよう。でも、なんか握手会の時はさ、うん、全身でやるじゃない、うんうん、だから結構仮装って味わえてたけど、うんうん、なんか頭だけだと、確かに、まあ、結構なんだろう、握手会よりも荷物は少ないけど。そうだね、全身の味わえてる。みんな何するんだろうね。確かに。何流行った今年。今年何流行った。あそこにハロウィンのやつ。本当だ。気づかなかった。よく気づいたね。ね、今なんかある、探してたら。なんか、なんだ、何流行ったんだろう今年。あ、アーニャだって。あー、確かに。マヤタンやってたよね、なんか YouTube かな。あ、やってたね。やってたよね。確かに、アーニャ。あー、アーニャね、確かに。やってみたいな。もっと何あったっけか。キツネダンスが多い。ほんまやな。ね、キツネはするよ、多分。もう持ってんの、耳。持って、もらいました、家に。さやの家に2個あって、実家に1個ある。めっちゃもらったの。めっちゃあるじゃん、キツネ。そう、嬉しかった。いいね。やっぱり、だろうな。チェーンソーって何？何それ。ハンターハンターもある。ラムちゃん。あ、ラムちゃんってあれだよね。サクちゃんのやつ。ね、サクちゃんやってたやつだよね。いや、最近さ、さやね、ちさ誕生のライブの映像をね、もう毎回見返してる。もうね、もうエモくなるから、本当に。やばいよ。戻りたくなっちゃったもん、あれ見て。ちさ誕生ね。もう一回やりたいかもな。懐かしい。うん。でも、乃木坂とか楽しかったな。楽しかったね。なんか最初はさ、めっちゃ不安だったのよ、うん、何も台本もなかったじゃないか、うん、なかった。そう、だから不安だったけど、やっぱり今思い返すと乃木坂と声が一番楽しかったかもしれないねえ、うん、さらばさん。でもさ、私の書いた書道がさ、うんうん、ずっと事務所のさらばさんの、うん、に飾ってあってさ、うんうんうん、嬉しいんだよね。確かにね。あれ嬉しいよね。ね。でもなんかみんなでもね、残したかったよね、全員でちゃんと、うん、確かに。またロケしてほしい。だって、いや、してみたい。またんロケしてみたい、うん、ロケしてほしいって書いてた。確かに YouTube でもできそうだね。ね。うん。モルックだって、モルック。わあ、懐かしい。モルック。大会出たいよな。これめっちゃ好き。ここね。キツネになってるんだ、これも。そうそう。そう。こうか。
え、これって略し方だなと思う、あやちゃん。え、私ジャンフラっていう。だよね、うん、ジャンフラだよね、やっぱり。JJF 派もいるんだよね。うん、なんか YouTube のさ、やつだとさ、うん、JJF って書いてない YouTube？ あの、MV。 あ、そうなん？うん、あれ、夢かな。え、本当に最近怖くて夢と現実が分かんないの。 TikTok のさ、あーやつ JJF って書いてあってかな。そう、略し方 JJF なんだなって思った、そこで。ね、結構、これって略し方いっぱいあるのかな、もしかしたら。かも、ね、JJF だよ、結局。え、悪夢見る？悪夢ばっか見てる。え、悪夢見たことないの？ないの？うん、どんな？これはマジ、もうね、ひどい時は、うん、もう 1,2 週間ずっと連続で何かに追いかけられる夢見てて、うん、雲、めっちゃ大きい雲だったり、え、あの虫の雲、虫の雲だったり、やばいよね、ほんとにもう真っ黒なんだ、しかも。え、気持ち悪い。だし、あとなんかライオンと、うん、ライオンってなんだっけな、なんかの動物がめっちゃこう合流したような感じのでっかいやつからもう襲われて逃げたりとか、うんうん、もうなんか本当にいろんなものから逃げてた。やばいじゃん。やばかった、本当に怖すぎた。怖いね、雲に追いかけられるの。そう、だからもう最近は追いかけるじゃないくて、うん、なんかもう夢と現実がわからないぐらいまで来てしまっている。そうでしょ。やばいじゃん。だからもう人生を、うん、繰り返し、なんだろう、うん、こっちの人生とこっちの人生をずっと生き生きしてるから、うんうん、ちょっともう起きるのが辛い。それ2個人生送ってんだ今。そう、今2個人生送ってんの。あ、いいじゃん。2倍みんなより経験してるっていう。そうそうそう。マッキーやってきてる。本当だ。やばい。そう、もうね、怖いもんな、悪夢とか。いや、合体か、合流じゃなくて。黒ひげってなんだ。え、黒ひげ、うん、え、危機一髪。危機一髪、黒ひげ危機一髪ってあるよね、ゲーム。あるある。え、その黒ひげ、そのことなのかな。急に、うん、どういう話の流れ。急にね。チーズケーキ美味しいよ、めっちゃ美味しい。ん？ワンピースの黒ひげだったみたい。どういうこと？わかんない、ワンピース見たことないもんな。そうだよね、うん、同じくでした、私も。で、今映画やってるよね、きっと。やってるね。一回見に行こうと思ったけど。嘘、やっぱり行動力なさ、なさすぎて、うん、え、見たことないの今まで。生で、今まで、今まで。なんかテレビでたまにやってる時が昔あったから、うん、その時にちょっと見たことあるけど、うん、映画自体はほとんどないかな、うん、へえ。なのに見に行こうと思ったんだ。そうなのよ、なんか流行ってるっていうのを聞いて。あ、流行ってんだ。そう、へえ。見に行かないといけないのかなって思って。ついていかないと。おすすめの映画教えて、だって。ん、映画見る？映画な、家でたまに見るぐらいだけど、うん、おすすめか、なんだろう、すっごい感情が揺らいだのは、うん、あのタイタニック。あ、まあ、なんかもう涙だらけだった、うん、私さ、見たことないの。なかった？そう、でもさ、すごいやっぱ泣くから、うん、その私泣いたら次の日目パンパンになる人なの。それもうね、うん、休みの日にしか見ちゃダメだ。そうなの、だからここぞという時に見ないといけない、うん、確かに確かに。あれはもうほんとすっごいもう感動しちゃって、うん、なんか昔から知ってはいたけど見たことなくて、うんうん、乃木坂入ってから、なんならこうここ1年間の間に1回だけ見たことあって、うん、もうなんかこんな苦しい映画初めてだなって思ったかな。いつ見よう。そう、タイタニックかな。
あいちゃんはある？なんか映画。私なんだろうな。なんだろう。夜を明かすほどの熱い愛っていう。知らないかも。すごい反応が。なんかそれも感動系なんだけど、それとか今泉力也監督の作品を最近すごいいっぱい見てて、なんかすっごい面白くて、なんかね、いろんな方向からのカメラがあんまなくて、なんかワンシーンで固定のカメラでのやつが多くて、だからなんかすごいねリアルなの。確かに、だって生きてても一点だけだもんね。え、確かにそれちょっと気になるかもしれない。そうです、好きなの。面白そう。感動系が多い。感動系が多いかな、見るのは。じゃあさ、休みの日に見よう。そうだね。長回し派なんだそりゃ。ホラー、ホラー映画とか見る？見ない。見ないよね。でもグロいのが好きで、あのゾンビとか、なんかハラハラ系が好きで。なるほど。ストレンジャーシングス見た？何のやつ？ストレンジャーシングス分かんない？知らないかもしれん。それね、やばいの、超グロいの。え、ハラハラする系好き？いける？うん。あ、じゃあ好き。いけるかな。うん、気になるな、それ。いや、でも一人で見るの怖くない？え、全然。朝ごはん食べながらね、ゾンビ見てんの。マジ？いい朝だよ。朝？朝見てるの？朝見てる。朝からハードル高いね、すごい。そう、朝か。見ろ見ろ。もうそれいけそうじゃないか。あ、ほんとだ、ね、いけそう。じゃあ、さあ続いての企画は私の秋の楽しみニャンバーワンです。イエーイ。秋はいい季節ですからね。いや、大好きよ。大好きですよ。この時間は10月に入り、季節が秋らしい陽気になってきたということで、はい、私たち2人の秋の楽しみをそれぞれ一つずつ発表してトークしていきたいと思います。はい。秋は好きですか？大好きです。もう1、2番ぐらいの好きです。うわ、いいね。秋っていい。1番だな。え、わかる。お洋服も可愛いしね。ね、確かに。リップの色とかもなんか可愛いし、ね、茶色系ね。そうそうそう、好きそう。それも好き、めっちゃ。そうなんです。じゃあ早速発表していきたいと思いますね。思います。私からにしますか、これは。はい、いいですよ。いいですか。私はもう簡潔にまとめると、お、こちらになりました。お、完結食。食。はい。イエーイ。もうね、秋はね、サイの大好きな食べ物ばかり。はい、そうですね。お芋だったり、うん、栗だったり、焼き魚だったり、うん、なんか本当にもう箸を通したくなるものばっかりあるので、わかります。私はもう食にしました。はい、わかります。ね、もうだって今日だってお芋を朝と夜で2個食べた。朝も食べたんだ。朝も食べたんです。お芋美味しいよね。そう、もう美味しかったです。最高でした。あやも、あやも見て。あやちゃんも。え、ちょっとあやも今出してもいい？ん？今出してもいい？いいよいいよ。ちょっと、じゃあ私の秋の楽しみ、はい、じゃん。秋の味覚ということで、似てる？やんちゃんと同じです。わ、嬉しい。やっぱね、キノコもあったか。そう、キノコ美味しいよな。やっぱ大好きなものがいっぱいありますから、ね、秋は美味しいものばっかり。秋が一番好きな食べ物かもしれない。うん、私もね。もう芋とか栗とかにさ、そうそうそう、目ないよね。あ、で、あやちゃん、うん、あれだよね、あの栗を持ち運びしてるところを見たことあるかも。バッグに入ってるところを見たことある。え、
よく売ってるタイプの。そう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 。あ、もつもつ。ジップロック付きの。あ、はいはいはい、はい。ついてないかな。あるかな。もつもつ。だよね。うん、それ見て、あ、あやちゃん、栗好きなんだって思って。栗好き。発覚しましたそこで。そうなんですよ。あ、みかんも秋なの。え、だとしたら、そうなんだ。秋もっと好きかもしれない。大好きだよ。ね。いやー、甘栗か。甘栗ね。いいね。あ、今日ね、栗ご飯食べた。え、すごい。なんかすごい偶然だ ね、私と。なんか落ちた今。うん。そんなことない。靴が脱げた。あ、靴がびっくりした。美味しかった栗ご飯。あ、美味しかった。いいな。さあ、もう作ってみよう今度栗ご飯。いいね。え、炊飯器あるの？あの、圧力鍋ある。あとかあとなんかレンジで簡単にできるやつがあるのよ、うん、あるね。そう、それでやってる。わ、いいね。そうなの。前あれ作った、混ぜご飯。めっちゃ美味しかった。いいな。そう、やっと最近は自炊するようになって。いいな、自炊。あ、大学芋も食べた。いいね。美味しいよね。美味しい。え、ガルアの日食べた。え、食べたよ。あれ美味しかったよね。美味しかった。ガルアの日のあれはめっちゃ美味しかったな。あったんですよ、ガルアの日。そうなんですよ。めっちゃ、あ、スイートポテトね。大好き。大好きですよ、スイートポテト。やっぱりモンブランもいいよな。好き、モンブラン。ね、いいよね。そう、あの芋を潰してスイートポテトを作りたい時期がありました。私は時期があったの。今じゃないんだ。今じゃない。ちょっと前ぐらいに。でも簡単だよね、きっとね。うん、多分裏ごしみたいなやつね、やって、オーブンみたいなので焼くだけだもんね。そう、それをね、作りたくて。作りたい。でも、うん、芋をさ、買ったの、買ったのは、いいけど、うん、あの調理の仕方が分かんなくて、あ、ずっと袋の中に 3,4 個入ったまま置いてる。え、さつまいも？さつまいも。さつまいもって何するんだろう。いや、そうなのよ。なんかでもお母さんに聞いたところ、うん、お母さん多分あの時間が長いらしくて、さつまいも作る、完成させる時間。え、どういうこと、どういうこと。あの、さつまいもをこう焼くっていうのかな、うん、食べれるぐらいまでに、うん、するまでが結構長くて、時間が、それがめんどくさくて、多分やってないからか。あ、時間がかかるのか。そう、あんまりおすすめしてくれないんだよね。でも圧力鍋だったら焼き芋とかできるんじゃない。確かにできそうかもしれない、ね、いいよいいよ。圧力鍋でやってみたら簡単かもしれないですね。やってみよう。お二人はそのままこの曲ってさ、あれ？あ、あれじゃん。筋肉。そうじゃない？初めて聞いたかも。確かに。ね。MV って出てましたっけ？出てないの、ね。MV はないの。え、ライブで見たいこの曲。めっちゃいいね。ね。楽器いいよね。でも名前すごいよね。え、確かに思った思った。うん、初めて聞いた。お二人はサンマお好きですか？大好き。サンマ焼き魚は好きですね。サンマ食べたことあるかな。嘘。あれ、お弁当とかでサンマって入ってるっけ。あんまり入ってないね。鮭とかが多いよね、うん、じゃないかな。嘘。昔すぎたのかな。ちょっと気を切れないだけかな。あんま食べない。食べないかも。でもあんま確かに食べないか。サンマって骨多い。うん、骨ある。ちゃんと骨が苦手すぎて、あ、もうあの抜いてあるやつ、うん、骨全部ないやつの方が好きだから、うん、そう、あんまり昔からは苦手すぎて食べてなかったけど。じゃあそうかも。いや、これ歌ってるんだ、林いるのかな。リリアさんも。あ、リリアさんも。そう、といえばキノコとかもありますけど。キノコね。キノコか。好き？好きです。めっちゃ好きです。すごいじゃん、キノコ。キノコ大好きです本当に。そうなんだ。あの
キノコをカレーに全種類入れたいぐらい好きです、うん、カレーにキノコ、はい、入れたことあるの？しめじかな、うん、を家で入れてたことはあったかな。カレーに入れるんだ。そう、あとね、えのきとキムチを入れて食べるのも好き。何に混ぜる？あ、えのきとキノコ、えのきとキムチ、キムチだ私が今間違えたの。さあ、全然気づかなかった。私もさ、キムチじゃないけどえのきとコチュジャンをやって、うん、なんかさ、でもうっすらはやったよね、えのき。うん、流行った時期あったよねそう、なんかダイエットとかおつまみとか、なんかそういう系にいいから。確かに確かに、なんか食べたな。辛いやつ？そう、ちょっと辛い。ほうほうほう。キノコってゼロキロカロリーなんでしょ？あ、そうなの？多分、なんかお母さんが言ってた気がする、誰か。マジ？うん。え、じゃあもうダイエットにもってこいなんだ。そう、食べれば食べるほどいい。でもキノコってお米みたくすぐお腹いっぱいになる気がする。ね、お腹いっぱいなの早い気がする。かむしね、ね、ちゃんと。ゼロキロカロリーなんだ。ゼロはないかとって言われたんだけど。なわけない。みんな当たり強いよ。あら、何キロなの？ 22.2 キロカロリーです。え、すごいじゃん。すごいわかるじゃん、みんな。ね。でも、まあ、キノコって食物繊維あるよね。うん。だから結構いいって聞くもんね。ね、体にいいって。食べ物以外に運動とか、読書とか。ああ。でも読書してるイメージあるけど。あ、読書する、ね、うん、いいな。読書しない？全然しない。しなさそう。なんかでも最初の頃はちょっと頭にこぶってしてはいたよ、うん、そうなの？持ってきてはいてたけど。そう、ぶってたんだ。そう、あんまり見てないかも。へえ。でもあれだな、飛行機で結構通いだった時期があったんだけど、うん、その時はもう何もすることなさすぎて、うん、本は持って行ってたかも、好きな本を、うん。絵で読んでたの？読んでました、飛行機の中では。へぇ、意外かな。え、運動は？運動の秋。運動の秋って、秋の運動ってあるの？秋の運動はないかも。でも、なんか秋に、うん、運動会があるの？あ、秋に運動会あるんだって。あ、なんかあるのか、思い出ありますか？え、私？うん。でも小学生の時でしょ、運動会やから。そうだね。何年前？何年前だ、高3だから6。え、小6って何歳？小1、7歳ぐらいだよね。そうだね。じゃあ13歳ぐらい。13歳か。私5年前ぐらいだ。小6は12だ。6年前か。8年前か、9年前か。思い出か。組体操はしたよ。組体操したの？うん。ピラミッドみたいな。あ、そう。組体操して、すごい。え、すごい嫌なさ、やつがあって。何何何？なんか肩車まずして、で肩車の上にいる人がこの膝に乗って肩車の上にいる人は、待って、じゃ完成形で言うと、うん、あの土台の人が、うん、あの膝を持って、うん、あの画像出るかな、あ、これこれこれ、え、これやったことある？ないよ。これね、怖いの超。ま、どっちが怖いの？いや、あの立ってる方。そうそうそう。これめっちゃ嫌だった。これ怖いね。怖いの。だってもう倒れたりしたら、お顔がね、傷だらけになっちゃうもんね。え、あとさ、壁逆立ちのさ、感じで足持つやつやな。あれさ、怖くない？あれ怖い。あれできないよ。だってもうさ、これも足逃したらステンコロリンでいっちゃうじゃん。だから本当にあの信用できる人にしかできないよね。そうそうそう。あれなんて説明するんだろう、組体操。あの土台の人の膝に、そう、あの登る人の両足をつけて、そうそうそう、土台の人は登ってる人の膝を持って、そう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 、
で、あの上に乗っかってる人は T ポーズをしてるって。そう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 。わかりやすい。これらしいですよ。サボテン？サボテンらしいですよ。へえ。あ、知ってる人いる。サボテンだって。へえ。みんなしたことあるのかな。あとはなんだろう。踊った。え、踊るよね、運動会ってなんか。運動会か。運動会あれじゃないの？あのラジオ体操だけ踊ったことあるけど。ラジオ体操？踊ってないな。踊ってないの？うん。え、だ、え、運動会ってやる前にラジオ体操しない？え、私小学校でラジオ体操踊ったことなくて。え？で、中学生もなくて、うん、で。こっちの東京上京して、うん、東京の学校で初めてラジオ体操のなんか運動会、うん、テストみたいなんで。テストで？で、みんなスラスラなんか踊れてんの、うん、ラジオで。も私踊ったことないからさ、うん、全然わかんなくて。そんなみんな踊るもんなのラジオ体操？うん、踊ると思います。どうですよ皆さん。へえ、ラジオ体操踊るもんじゃないよって書いてる。なんで？え、そうなの？ダンスではないから。あ、だ、ラジオ体操やるっていうのかな。踊るとは言わないってこと。ああ、そういうことか。あ、ラジオ体操ね。でも、うん、ずっとやってたかもしれない。なんちゃんは運動会の思い出。運動会の思い出は、あの騎馬戦の上に行ってたことと。そう、まあ、負けましたけど。あとはね、私骨折をしてしまってて、運動会の前日に。あら、そうなんです。あの骨折というかひびが入ってるというか、うん、あのそちらも折ってしまっていまして。あら、もうそれで騎馬戦もやりましたし、あと、うん、あのリレーみたいなあの走るやつあるじゃないですか、うん、あれはもう痛すぎて笑顔で満開で走ってましたね。そうでしょ。休まなかったの？休まなかったね。なんかすごいじゃん。多分今のこの乃木坂の活動にも生かされてるのもそれのもかもしれない、うん、確かに強いわそれは。そう、全然休まないというか。へえ。なんかお母さんがか、あの、あんまり休ませてくれないから、うんうん、それが受け継がれてるのかもしれない。へえ、そうなんだ。そうなのね。え、学年でさ、なんかさ、うん、1年生、2年生でなんかやんなかった？なんか見せ物みたいな。いやー、やってなかったかもしれない。競技だけ？競技だけ。へえ。台風の目とか。うわ、やった。やった。台風の目のさ、この回る時のさ、うん、この一番外にいる人、あれもジェットコースターのみたいな。ジェットコースターすぎる。もうね、足は多分ついていけてないと思う。そうなんなら浮いてもできるんじゃないかぐらいだよね。確かに。台風の目、ね、楽しいよね、あれ。確かに確かに。あ、ソーラン、ソーラン節ってなんだ。え、踊ってない、私もソーラン節。マジ？あの、ソーラン、ソーラン節。そう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 。あ、やってたかも。あ、やってた？へぇ。カシャカシャ鳴らしてやってた。へぇ。玉入れ？綱引き？うん。なんだ、徒競走、徒競走、玉転、あ、大玉転がしやったな。あ、やったやった。ダンス。障害物戻りたい。戻りたいよね。わかるわ。いいな。やりたいもん。応援合戦リレー。障害物競争、あの借り物競争やったかもしれない。借り物競争いいな。楽しいよね。楽しそう。やったことないな。あ、やったことないか。何だったかな、さや。ハンカチか靴かどっちかだった気がする。うん、いくつ借りたらその人も一足ないんだ。あとで返しに行くみたいなやつだった気がするけど、覚えてないかな全然。そう、それが楽しかったな。いいな、運動会したい。したいね。なんかでも46時間テレビでちょっとだけやったよね。あれやりたいね、またね。運動会のさ、お弁当の時間、うん、好きだった。あのちょっと短い時間でしょう、確かにな。あれなんか隣の家族と仲良くならん、え、わかるわかるわかるよね。それ楽しいよね。なんか楽しかったわ、あれめっちゃいいな。あとなんかこう仲いい友達と近くの席を取るっていう、うん、そうそうそう、わ、ね、かる。
もう楽しかった、もう戻りたいよ。戻りたい。どうして今のこの時代って戻れないんだろう。あー、もう学生も終わっちゃうよ。いや、そうだよ、あと1年 ?1 年もないのか、うん、楽しまなきゃね。悲しいな。ね、確かにイベントね。修学旅行とか行けてた？修学旅行は行ったよ。行った？中学、うん、中学も行った。おー、どこ行ってた？こっちの学校、東京の学校は、うん、京都。あ、京都行ったの？そう。いいな、京都。名古屋だったらね、広島だった。広島、長崎。あー、行ってた。それも高校かな、中学かな。広島じゃない、広島か。うんうん、行った記憶あるの。へえ。あとね、あそこだ、小樽かな。はあ、北海道にあるんだけど、小樽とニセコかな、行った気がする。へえ。うわ、いいな、修学旅行も。ねえ、行きたいよね。なんか修学旅行行かないかな、乃木坂で。え、まあ行きたい。行きたいよね、うん、全員で行きたくない、うん、全員無理だったらもう帰省ごとでもいいから行きたい。でも、うん、中3で東京来たから、うん、もうさ、みんな仲いいじゃん、中3だったら、うん、そう、だからその中3の修学旅行は、うん、本当になんか仲良くなれずにみんなと行って。あ、新しい学校で。そうそうそう。あ、ちょっと辛いね。そうなの。もう呼んで、うん、4期生全員その時は。え、本当に来てほしかった、ね、全員で行くよ、その時は。駆けつけて。確かにね。だってもう、だって高校2年で高校3か、うん、で行ったけどさ、うん、もう仲間に入れないというか。だよね。え、高3で行ったの？高3で転校した。あー、高3転校したってことね。から、うん、あと1年って ね、 ね、卒業って考えたらね、そこで卒業したかった思いもあるけど。担任の先生ともあんまり仲というか、うん、良いというか、うん、そういうわけではなかったから、うん、なんかちょっと最後感動の言葉にしたんだけど、うん、なんか知らないけど最後泣いちゃった。わかんないけどね。そうなんだ。そう、私名古屋の中学校の、うんうんうん、すっごい楽しくて、そこの学校が。お、中学校が。そう。でね、先生がめちゃめちゃ好きで、私。うわー、いいね、それは嬉しいな、先生も。なんか先生との距離が近めの学校で、うん、そうだから私の好きな数学の先生がいて、ほうほうほう、でその廊下ですれ違う時に、うん、あだ名でふんちゃんって言うんだけど、で手振ったらね、恥ずかしそうに手振ってくれる。かわいい。そうなんだ。いいな、会いたい。いや、でも最後ね、数学の先生が、うん、中学の部活の顧問だった、へー、からすっごい大好きだった。へー、いいね、楽しかったし、しかも結構ね、なんか小学校ではバスケ弱かったんだけど、うん、中学校も同じメンバーなのに強くなったのが、うん、本当にその数学の先生のおかげだなと思ってて、そうだからもうね、会いたい、すごい感謝を伝えたい。いいな、会いたい。ね、会いたいよね。先生、見てるかな。見てるかな。見てないよね。元気にしてるかな。会いたいよ。ね。指導がうまいのか。あ、確かに確かに。なんかもともと多分強いところの先生が。あ、そうなんだ、いいね。そうなのよ。見てるよって言ってるけど。へ、いいですよね、戻りたいね、やっぱりね、高校とか中学校ってね。お、次の企画に行けそうな時間になりました。行きましょう。はい、ということで以上、私たちの秋の楽しみニャンバーワンでした。イエーイ。そうだ、今秋の楽しみニャンバーワンだったんだ。先生の会いたい話だったね。じゃあ続いて、続いての企画は乃木坂46共通ビンゴ。イエーイ。ビンゴとか久しぶりかもね。ビンゴ久しぶりね。
このコーナーは 3×3 のマスの用紙に、それぞれ自分が思う相手との共通点を書いていき、見事一列でもビンゴを揃えることができたら成功のゲーム企画です。おほうほうほう、共通点ね。リップこちらかな。真ん中は乃木坂と、じゃあ真ん中は4期生という共通点がすでにありがとうございます、書いていますので、はい、それ以外の共通点を8個探していきたい、書いていきたいと思います。はい、さあ早速書いていきますよ。書いていきましょう。なんだろうな、これはあやちゃんとの共通点ってことで合ってる？そう。チーズケーキでもいただこうかしら食べてて、どうだろうみんな。あー、あれもあったのか。
あ、来ました ?OK です。よし。じゃあ、それでは、書き終えたところで、一つずつ発表していきます。はい。一つずつ発表していく?うん。一個ずつ、交互に。あんちゃん。左上からみたいな。うん。あ、OKOKOK、OK OK。じゃあ、私から、はい、いきます。あるかな?一つ目、お芋好き。うわー。なかったー嘘え、こういうことでいいよね。はい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 。あ、あったら丸?あったら丸をつける。ないですは言わない方がいいのかな?いや、確かにどうなんだろう。ないですは言わない方がいいですか?あったら、あ、あったらリアクションして大丈夫。じゃあ、パパッといきます。はい。じゃあ、私や、うん、秋の食が好き。じゃあ続いて、はい、旅行に行きたい。はい、続いて、はい、モデルさん。これ盛り付けよう。うわ、いいねいいねいいね。いや、これはね、最近ね、ありましたからね、ちゃんとね。じゃあ続いて、うん、地方出身。嬉しい。すごいすごい。いいんじゃないいいんじゃない。すごいじゃん。まだビゴじゃない？ビゴじゃない。オッケーオッケー。どうだどうだ。続いて、はい、身長が160センチ以上。じゃあ続いて、日常。え？日常。日常？センターをやったことがあるっていう。そういうこと。思い出だね。はい、続いて。ラジオのパーソナリティをやってる。そうよね。さっき見つけて、あ、これだって思った。あ、そう。惜しい。あ、惜しいな。じゃあ次。はい。カメラ好き。あ、待って待って。続いて。今、ツインテール。あ、じゃあ続いて、昔アウトドア派。えい。あ、オッケーオッケー。続いて、右利き。あ、オッケーオッケー。あ、じゃあ私的にはラスト。あ、ラストですか？はい。嘘、早い。いきますね。甘いもの好き。じゃあ私もラスト。首が長い。じゃあせーので髪を見せましょう。一回。じゃあ行きますよ。せーの。じゃんじゃん。あ、惜しかった。惜しいところ。ね。でもなんかすごくない？うん、場所すごそうだよ。場所似てるし。あ、時間まだあるので。書いたものの説明しましょう。あ、そうだね。まあ、お芋好きとさ、秋の食って似てるよね。ねえ、惜しかったね。これダメかな？そっち行ったんだね。そうそうそう。ちょっと大まかに行こうか迷ったけど。ここでね。そうそうそう。あ、じゃあどうだ。私は、首が長い。ねえ。首も私たちなんか長い。確かに長いって言われますよね。確かにな。欲しいな。私はあとなんだろう。旅行に行きたい。ああ。なんか、アウトドア派だから、行きたい。いや、行きたい。旅行行きたい。なんかもうずっと行きたいって言ってんの、さやまでも。そうなんよ。あとは身長160センチ以上、うん、もうね、うん、プロフィールを考えてなかった、さや。確かにプロフィール考えたら意外とまだありそう。確かにね、ありそうだね。あとは日常センターはね、さっき言いましたけど。そうですね。やったことがある4期生で唯一。あとはラジオを私、ラジオね、行きました。そうだよね。そう、さっきね、見たけどね。そう、あと、アウトドア派ね。ああ、アウトドア派。あとは右利きとか。右利きね、そう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 。プロフィールね、ね、見とけばよかったね。え、次って甘いもの好き。ああ、まあお芋にとかかってるかな。確かに甘いものは好きです。美味しいよね。あと今ツインテール。今ツインテールね、今の状況ね。そう、もう見とけばよかった、ちゃんと。そう。
次はもうカメラ好きで、あやちゃんがいつも、うん、あのメンバーのことを撮ってくれてるじゃん、うん、もうすごいなんか嬉しくて、うん、なんかなんだろうな、こうあやちゃんの撮るメンバーの写真がすごい大好きなのよ、うんうん、嬉しい。そうだし、さやもすごいカメラ欲しかったっていうのをまず言ってなかったから知らないだろうけど、うん、そうそうそう、みんな知らないだろうけど、知らなかったですカメラ好きなのは。だからすごい共通してるのかなと思って帰ったけど、はい、惜しいでした、ね、惜しかった。でも意外とならなかったね。猫のさ、地方出身をさ下に書いとけば多分、ほんとじゃん、2人ともビンゴだったんだよきっと。惜しかったじゃん。配置も大事でしたね、はい、どうなんだろう、みんな結構ビンゴしてる方多いのかな。どうなんだろうね。ね、さあ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 返し、はい、あ、はい、なんでしょうね。あ、ニアピン。あ、ニアピンだ ね、ニアピンだね。確かに。こっちは書いてないです。血液型？え、O 型？ O 型。え、同じ。O 型？ A 型っぽいね、あやちゃんでも。本当？うん。O 型。確かに一緒だ。一緒だったんだ。ちゃんとプロフィール見とけばよかったな、さや来る時に。確かに。漢字なんだったの？あ、旅行です、旅行。え、どっち？旅行の旅？え、これ合ってる？あ、合ってない。合ってないよね。うん、これなんかちょっとおかしい、ね、そう、おかしいよねなんか派遣みたいなそうそう、これどうやって書くの？旅行の旅、みんな教えてあげて。あー、でもちょっと似てるよね。うん、左は合ってたね。そうだよね、惜しい。そう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 、合ってない申し訳ないそうなんですよね。あとなんだろうな、なんだろう、ヘアアレンジよくする。あー、する？そう、あんましないかもね、あんまイメージない。確かに全然しないかも。あれ、しなかったね。ね、うん、お母さんと仲がいい。あー、仲いい？仲いい。あ、サイモン仲いい。毎日電話してる。あー、するする。あ、じゃあちょっとこれ書けばよかったな。え、毎日何話すの？毎日、ほとんど話さない、うん、つなげてるだけみたいな。そう、オン電話。へえ、それも仲いいんだね。そう、今一緒にここにいるよっていう感じがするから。わかるわかる。そうしちゃってるかも。毎日電話すごいのかな。すごい。女の子あるある。あんま、でもどうなんだろうね。ね。見てよ。名前にやがあるだって。ああ。あやめ、さや。確かに。あるわ。ある。何なん？あ。え、同じかな。言ってみる。せーの、姉妹。あ、全然違う。全然違いました。お寿司？そう、あのお寿司好きって言ってた、うん、書いてたから、あの調べたのさ、昨日。うん。あの、つつやめ好きな食べ物って調べたでしょ。したら焼き肉とお寿司って書いてあって、うんうん、サーモン好き？うんうん。って書いてあったから、サーモンいいなと思ってたんだけど、うん、今全然思い出せなかった。忘れてた。せっかく調べたのに、ね、で姉妹がいるっていうので。姉妹いるね。ね、あれ、あやちゃんって。私お姉ちゃんいる。お姉ちゃんか、うん、長女だよね。長女4人、3人下にいるのかだよね。確かに姉妹か。確かに姉妹あったな。みんな詳しいね。詳しいね、本当。ペットはって書いてる。ペットいる？昔犬飼ってた。あ、私も今犬。あ、じゃあ犬もありだったのか。え、名前は犬の？犬の名前は？アユ。アユ？うん。ああ、違った全然。チェルシー。チェルシー。チェルシー。うん。おえ、初めて聞いたか。すごい。チェルシー初めてなの。うん。アユ。初めて言ったかもさよ、名前。言ったことある？私はね、あるよ。あるか。なんかね、グッズにめっちゃ出てくるの。うん、ええー、あいちゃんの？そうそうそう。そうなんだ。あ、そっか。見てなかった。
そんな感じで、はい、ということで以上乃木坂46共通ビンゴでした。イエイイエイ、次の企画に参りましょう。はい、クイズ同期なら絶対答えれるよね。イエイ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 。はい、このコーナーは同期だからこそ知っていてほしい自分にまつわるクイズをそれぞれ考えて相手に出題し合う私たちの絆が試されるクイズです。はいはい、例えばですけどこれ問題例って言っちゃっていいのかな。まあ一問いっか、まあ、まあいっか。はい、これはもう今速攻で考えてってことですね。うん、なんだろうクイズ、どうしようかな。じゃあ私いいですか。うん、じゃあ私から、うん、あのいきます、はい、スケッチブック、あ、スケッチブックある。いい問題を、あ、これか、これね、これに書くのか。 OK、 そうだね。これさ、ファンの方すぐ分かっちゃうんだよな。なんだろう、じゃあ最悪めんてんだか。今日はそんな感じ。どういうこと？どういうこと？やればできる。やんちゃん分からなそう。まだまだ問題見てないじゃん。どうしよう問題。次のペーが4期生なら分かる問題か。あ、オッケーオッケー、さやもう決まったかも。お、さやも書いた方がいいのかじゃん。うん。オッケー。あ、ちょっとダメだ。次のページだとね、うん、あの透けちゃう。だからあの答えもね書くんだって、次のページぐらい。あ、そうなんだ。そうだけど、あ、分かった分かった。ちょっと透けちゃったから。あんまり見ないようにしておきます。ページに答え書いてあれば OK です。じゃあここら辺にしようかな。はい、おお、OK、よし、じゃあ私からいきます。いきましょう。これファンの人分かると思うから、ほうほうほう、あんまコメントに書かないでね。お願いします。いきます、せーの。今私がハマっている食べ物は何でしょう。ちょっと待ってよ。言ったことある、あのモバメとかでは頻繁に。なるほどね。なんだろうな、でもお芋とかではない気がするな。栗、でも栗っぽい気がするな。でも栗以外に、あ、梅。え、もうファイナルアンサー？ファイナルアンサー、梅にします。はぁ、何個答えても大丈夫なんだ。何個、あ、じゃあ何個答えても大丈夫。じゃあ、なんか予備でもう一個ぐらい言っといて。どうしようかな、梅と、ちょっと待ってよ、芋じゃないし栗にしようかな。じゃあオッケー、ファイナルアンサー。本当にいいの？ファイナルアンサー、ファイナルアンサーで。じゃあ正解は、あ、かき氷でした。あの今日聞いたわ、話してるところ聞いたかもしれない。さや
あ、ちょっと話しちゃった。マネージャーさんとだよ、ね、かき氷休みの日行くんですって話しちゃって、うん、あ、やばと思ったけど、まあ覚えてないかと思ったら本当に覚えてなかった。覚えてなかったわ。かき氷、かき氷か。あ、ちゃん漢字間違えてるって。かき、かき園、かき園、かき長みたいな。確かに。そっか、まあ、何のかき氷が好きなん、ね、え、やばいよ。何、最近のかき氷本当に進化しすぎちゃって、うん、最近食べたのはかぼちゃ、かぼちゃのかぼちゃ焦がしキャラメル味が、ね、めっちゃ美味しかったよ。すごい、なんかついていけてない感が否めないこの私が。そうなの。そうなんだ。今の時期は本当お芋のかき氷もいっぱいあって、栗のかき氷もいっぱいあって、あ、確かに栗のかき氷もね2個食べに行って、お店に食べに行きます。なんか週一で行かないとダメな体になっちゃって。週一で行ってんの今。そう、かき氷を週一で行かないとなんかね、うん、食べたい衝動に襲われちゃう。でもかき氷ってゼロキロカロリーだもんね。そう、溶けて本当に、難しいね。そう、スーって本当にやるんで。そうなんだ。めっちゃ美味しい。かき氷のあのきな粉みたいなやつは、うん、あの流行りに遅れてますか。私はきな粉はまあ流行ってはないけど、ああ、そっか、入ってないか。きな粉もなんか王道に入ってるよね。あ、王道 の, ううあのきな粉みたいな感じだけど。あ、そうなんだ。そう、 今はやっぱり栗とかがね多いよね。確かに、お芋のかき氷を見たことあるかもしれない。そう、美味しいの。美味しい。そう、すごいね、かき氷って。もう昔なんてさ、ブルーハワイ、メロン、そうそう、イチゴみたいな、そう、のシャリシャリのやつじゃん、ね。まあ、あれもね、いいんだよ ね、 ね、いいんだけど、今はもうふわふわの氷に味がついちゃってるから。そっか、そう、ふわふわ系か。そう、もうダメだ、さ、流行りに乗っていけないかも。え、食べたらね、ハマっちゃうよ、絶対。マジ？いや、食べてみたい。え、本当に行きたいな、かき氷か。全然冬でも行く予定です、私は。いいですね。はい、みんちゃん行きますか。じゃあ、私行きます。はい、はい、私の問題はこちらです。移動車で私が好きな座席はどこでしょう。思い出して、思い出して。そう、これは多分同期にしか分からないんじゃないかな。でも私分かるよ。分かるよね、うん。どこまで正確に答えればいいか。もう結構正確に、何列目のどっちが、あの2人側か1人側かっていう。待って、2人側1人側、あ、これ当てたすぎる。でもこれはいけるよきっと。ちょっと待ってね、座席書きますね。いや、でもまあ時と場合にもよりますけどね。もうほとんどはここかなっていうところは、うん、今2箇所でしょ、巻いてんの。うん、でももうね、分かりました。分かった？決めました。まあ4年間もね一緒にいますから。そうですね。はい、はい、 OK です。はい、これ表見て私ここって言えばいいかな。ああ、確かに。あ、表にもう答え書いちゃった。 OK、じゃあ行きます。はい、正解、答えは、あれはあれ、なんて言うんだっけ。あの、私が、一番私のアンサーは一番、こう、乗ってる確率が高い場所はどこでしょうか。一番後ろの左の一人席側。さあ、答えは、お願い、じゃん、正解。よかったね。すごいと思うこれ。私たちやっぱ4年間も一緒にいますから、ね、本当にこれぐらいはね当てれて余裕なんです。そう、もうね、ここはね、さくちゃんっていうね。確かに。そう、いつも後一番後ろはあの2人で座っちゃうっていう特選してしまって。ほんとなんかさ、ヤンちゃんってさ、うんうん、あの一番最初に乗ってさ、うん、後からみんな来て、うん、でみんな空いてる状態でも一番後ろに座ってるから、うん、そうなの。好きなの？なんか、まあ、最初の頃は奥から乗るっていうのが習慣だったからそうだったけど、うんうん、でもまあ最近は一番後ろが
一番落ち着くかもしれない、でもさ、あと席が直角じゃん、結構、結構辛い時もあるけど、でもなんかやっぱそれでも足伸ばせるあし、なんか一人側の方がすごいビルが見やすい、あ、それはわかる位置だから、すごい好きだなって思います。そうなんだ。いやー、ほんとやんちゃんいつも直角だからね。さくちゃんと一緒に直角、そう気にはなるんだよね。大丈夫なかないで、全然大丈夫、もう好きで座っちゃってる。つついさんは座席のこだわりありますか？確かに、私はあいちゃんどこだっけ、まあ、空いてたら、人が少なかったら、うん、あの2人席の真ん中、ここそう、2列目、おー、あー、まあね、入りやすいよね、ここね、そうそうそう、一番1列目はなんかドア開いたらさ、もう真正面に見えるから、ね、うん、なんか最後の人がここに座るイメージ、あ、そうそうそう。3列目は、うん、3列目はね、なんか好きだったのずっと、なんだけど、なんだろう、なんかちょっとなんか後ろで、なんかあの降りるときに歩くからいっぱい、確かにね、ちょっと変わんないんだけど、でも結構大変だもんね、ここ通るのね。だからちょうどいい真ん中狙って、確かに空いてたら座ってます。さあ、一人だとここかもな。へえ、ここが一番なんか孤独感を味わえる。あ、わかるわかる、味わえる、ね、一人だなって思う時があるからここかなって思います。え、でも、うん、あの、その私いつもその真ん中は、あの車に寄ったらさ、窓がさ、ちょうどなんかなくて、確かになんかちょうど線が入ってるよね、そうそうそう、見れないように、そうそうそう、それであの、うん、夜景とかが見えないから、だから一人席は見えるんだよ ね、そうなんだよね、一人席見えるし、そう、一番後ろ確実に見えるからね、あ、いいね、そう、右の左掛け席に座ってる。レイは あの一番前の、そう、そこ確かにイメージあるかもしれない、座ってるイメージある、ここに座ってるんです、レイちゃん、そうそうそう、ここはね、ミユとマヤタンが、もしここ空いてなかったらここに座るイメージ、あー、そうなんだ、があるかもしれん。へえ、でもなんか一人席ってあんまり、乗る人いない気がする。確かに空いてたら二人席乗っちゃうよね、みんな荷物も多いしね、みんなね、でも久保さんね、一人席 あのそこが好きなんだ、ここ、なんでなんだろうね、まあ、居心地がいいのかな、やっぱりみんな、ね、確かにね、これ気になってたのかな、みんなどうなんだろう。めっちゃ話してたけど。もう一問ずつ、あ、もう一問ずついきます。何にしようかな、ね、どうしよう、あ、じゃあ決まったかも、お、どうしよう、あれかな、見えちゃうかな、もうなかなか聞かないし面白い、だってよかった、確かに、頑張れ、役場トランクとかじゃないよ。あ、ちっちゃいからね、全然余裕だ、ね、でも役場ってどこ乗るんだろうね、確かに気になるかも、気になる、バスで歌い出すメンバーいる、歌いはしないかな、いないかな、まゆたんは、まゆたんは知ってるよ、さや、まゆたんはここ、ここ、そこだね、ここにまゆたんがいつもいる、そこです、まゆたんは。そう、気になるよね、みんなね、これね、どうしようかな、あ、なんか虫が見えちゃった、いいよ、いきますよ、私からお願いします。ちょっとじゃあ答えを書きますね、まず、OK かな、じゃあ、はい、
出しちゃいますよ。お願いします。じゃじゃん。はい、今私が一番行きたいところはどこでしょう。地方です。おお、意外と簡単かな。行きたいとこ、そう、どこでしょう。多分ね、みんなわかるんだよね。一個だけ答えましょう。書いてる。あそこかな。みんな答えに書いちゃってる。やばい。見ないよね。はい、いいですか。いいよ。北海道。じゃあ答えいきますね。はい。じゃじゃん。大阪。そうなの？なんかね、多分さ、新幹線が好きなんだと思う。おお。あの移動、うん、が多分好きで。大阪？そう。なんかね。なんかすごい最近、なんだろう、ちょっと大阪に行きたいっていう気持ちが強いんだよね。別にね、特にね、行ってね、うん、なんかこうな、あの夢の国みたいなところに行くわけでもなく、うんうん、夢の国、普通に旅行しに行きたいっていうか、歩きに行きたいに近いのかな。目的とかも特にない。そう、特にないから、街ブラみたいな。へえ、いいね、大阪行きたい。私も行きたいよね。行ったことはある、旅行とかで。あるある。うん、でも昔だから、うん、今行きたい。行きたいだし、あのその大阪のテーマパークも行きたい。あー、いいよね。わかる。今あれじゃん、あのゾンビ出ちゃってるじゃん。あー、ゾンビ出ちゃってるよ。ゾンビ出ちゃってる。ちょっと怖いよね。うん、ゾンビ見たい。見たいの、うん、私が好きだもんね。何回の。でもなんか知らない街に一人で行ってさ、うん、なんかなんだろう、こう知らない街を歩いて、うんうん、最終的にはもう調べて帰るけど、うん、それまでもなんか自由に過ごしていいみたいな時間が欲しい。わかる、ね、知らない街歩くのね、いいよね。そうだよね。まあ携帯があればなんとか帰れるからさ。うん。あ、視聴者3万人らしいです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。3万人ですって。じゃあ私いいですか。はい、次鈴井さん。なんだろう。はい、いきます。はい、じゃじゃん。昨日私が人生で初めてしたことは何でしょう。なんだろう。昨日のお仕事は関係ある？うん、ない。ないか。なんだろう、初めてしたこと。むずいね、これはね。電動自転車とかじゃない？あ、置いてあるやつ。そう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 。なんかキックボードもあるよね。あるね、今ね。あれすごいよね。あれすごい、本当に。むずいよね。これは正解出るまで答えます。よし、いいよ。今の正解じゃなかったじゃん。うん、なんだろう、一人で。うんうんうん。お、合ってる。一人で、うん、よし。一人で家電を買いに行った。問題にもさ、一人でしたことは何でしょう。あ、確かに言ってるもんね。もうほんとバカだ。ダメだダメだ。なんだろう、昨日か。帰りです、お仕事の帰り。仕事の帰り初めて2時間歩いて帰った。うん、あー、違います。あ、すごい。すごいな、拳入ってる。確かに。わあ、やだやだ。なんだろう、帰りか。うん、初めて寄り道して帰った。あー、惜しい。惜しい。うん。かき氷屋さんに初めて行った。あー。あ、でもね、惜しいかも。惜しい。うん、初めて一人焼肉しに行った。あー。初めて、かき氷を自分で作ってみた。初めて。何々しながら帰った。何々しながら帰った。うん、歌いながら帰った。なんだろう、初めて一人で、何して帰ったのかな。しながら、何々しながら帰った。ダンス。やばいね。やばいよね。なんだろう、なんだろう。でも自転車でもないんだもんね。そういう系じゃないんでしょ。歩きながら帰るときに。あ、そうそう、歩きながら。歩きながら帰るときに初めて、あ、物件探し。他には
物件隠しではないです。違うか。他にもそういう人、あ、いました。私の、はい、え、知り合いにもいましたね。知り合いにいる？あ、でも全然なんか全然皆さんも、うん、まあ、人がそういない場所だったら、まあ、いても、まあ、私だったらいない場所で、いない場所でやる、ねいねいしながら帰った。いない場所で一人で、この人がいない場所でお経を唱えるとか怖いねそれあと、なんだろうな、あの、自問自答した。え、自分で問題考えて自分で答えるの、いやちょっと違いますね、だいぶ違いますね。うん、歩きながらヘアレンジをしたかわいい。違いますね。もう無理かもしれない。あ、その時の感情、え、幸せ、幸せ、食べ歩き、ね、一人で何を食べながら、一人で何を食べ、お芋を食べながら、かき氷を食べながら、フルーツを食べながら、飲み物を飲みながら、うん、栗を食べながら、わかめなんだろう、頑張れ、一人でアイス、あー、めっちゃ嬉しい、めっちゃ、帰りにアイスを食べながら帰る。あー、いいね。そう、なんか、うん、どうしてもあるアイスが食べたくて、うんうんうん、で3軒もあったのよコンビニをね、うんうん、で3軒目でやっと目当てのものを見つけて、そうなんだ、買って、人がいたらちょっと恥ずかしいから、確かにね、もう人がいない路地を選んで歩いて、うん、食べながら帰りました、うん、幸せだわそれは。でも昨日暖かかったか、昨日は、うん、割とね寒くなかったから、いやそっか、ちょうど良かったんです。最高だわそれは。そういいな。そうエモいやにね、曲を聴きながら、あ、マジ、そう、あ、よかったね、あってれて、よかった、本当に嬉しい今のはめちゃめちゃスッキリでした。どうだね、みんな分かったかな、どうだろう、言ったことなかった、これなかった、え、ある、選ぶ、ある、あ、そうアイスか。あ、でも地元では夏は妹と一緒に帰るときに食べたかもしれない。あ、いいね、うん、めっちゃなんか美味しいよねアイスって。なんか外で食べるアイスって美味しいね。美味しいよね、うん、思った。昨日なんかお花見するときもそうですけどね、はい、お花見、あのご飯外で食べるとおいしいじゃないですかお花見にアイス食べるかと思った。そうそうそう、そうです、そうですね、ということで、はい、あれれ、なんか私か、あ、私です、ですよ。ということで以上、クイズ同期なら絶対答えられるよねでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、はい、私ですね、続いては質問返しのコーナー、イエーイ、来ましたよ、やっと。好き。さあ、こちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問のを質問にこの場で答えていこうというこのコーナーです。はい、出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、すごい。では質問コーナーへ行きましょう。たくさん、ありがとうございます。ここにね、たくさんのね質問リストがあるので、この質問の中から相手に答えてほしい質問を選んで、それぞれに質問し合っていきましょう。はい、質問自体を2人とも答えたいと思います。はい、残り27分です。すごいじゃん。ん、いっぱいあるね。あ、確かに時間がねなんかさ、すごいじゃんってさ、やっぱ便利だからよく使うけどさ、うん、もうってなるよね、主語もないしね確かに、すいません。あー、なになに、一番上のやつ。あー、でもさ、1個あるかも。そう、制服の好きなポイントです。そう、ここです。え、これ可愛くない、なんかすごいね、今初めて気づいたけどさ、めっちゃ可愛い、ね、これさ、ここ見たら自分映るよでも下からですごい、ほんとす
めっちゃすごいよね。初めてしかもなんか魚眼レンズみたいに見えるから、ちょっとこれ見てほしい。下アングルの魚眼レンズだから本当にすごい。うわあ、たらこ唇しかも結構反対に言ってるよねこれあ、ここなんだ。あ、これ。私この袖のなんかこの、あーね、これね、この形かわいいよね。確かになんかアーチ描いてるやつ ね。今日二人とも違うやつだね。あ、本当だ、形違うタイプだね。何が違うんだろう。これこの襟とこれか、あとここのラインね。そっちの方が好きだな、さよ。え、嘘、私こっちの方がね好き。あ、ほんと、うん、もう交換していいよ怒られちゃいます。怒られちゃいますね、はい、では続いてはどうしましょう。どうしようかな。動物園と水族館どっちが好きですか、うん、水族館ってさ、行く？なんか私全然行ったことなくて。ないかな。あ、でも地元ではあるかもしれない。本当、うんうんうん、だから動物園が好き。いや、動物園かな、さやも。だよね、うん、なんかね、迫力があるよね、動物園。わかる。でもまあね、水族館もね、綺麗だけどね、すごいね。うん、これは迷う質問だったな。なんだろう、あと。あ、まもなく乃木坂加入から4年になり、後輩も入ってきたところですっかりお姉さんの4期生ですが、お二人から見て、めちゃくちゃお姉さんになった、意外とめちゃくちゃお姉さんしてるという4期生メンバーを教えてください。誰だろう。お姉さんになった、してる、さやは、くろみだと思う。くろみ、くろみはね、ほんとよ、ね、なんかすごい多分コミュニケーション能力も高いし、うん、話しかけやすいっていうのもあるかもしれないけど、うん、一番ごきせいちゃんと話してるんじゃないかなって思う、ね、なんかさ、うん、しかも1対1とかじゃなくてさ、1対なんか4ぐらいでさ、あの、くろみが1で他にごきせいちゃんが4人とか、そうそうそう、なんか講習会みたいなさ、ね、すごいよね、人気だよね、めっちゃ結構そう開いてて、そうだからすごい、そうなんですよ、お姉さんだなって思いました、その時には。そうそうそう、私はやんちゃんかな。もうどうし、うん、もう見た目がお姉さんになって、嬉しい。初期とかさ、黒髪のこのパッツン前髪だったじゃん、うん、ね、あれでずっといるんだろうなって思ってたから、うん、なんか前髪を伸ばし始めた時にすっごい似合ってて超美人で、で今もね、前髪をもなんか、ダンスとかもさ、そうだね、もうダンスに髪を取り入れてるじゃないですか、はい、もうお姉さんだなって思う。ねえ、嬉しいよ、ありがとうだよ。いいえ、前髪切ったの？それは。うん、もうね、長いんです。だから頑張って巻いてるんだけど、もう切らないかな、今のところは、ね、伸ばしてる最中って感じです。へえ、そうなの、素敵です。よし、続いて、はい、なんだろうな。てかさ、あやちゃんのさ、うん、お母さんかな、なんか差し入れしてくださったさ、卵サンドをさ、うん、あれさ、食べてからもう卵サンドに目覚めちゃって。目覚めた。もう愛知まで食べに行きたいの。ぜひぜひ。絶対もうね、あれね、何回食べても美味しかった。あれやばいよね。あれやばい、あれやばいよね、本当に。あれ多分宇宙一だと思う。うん、うん、卵サンド界では絶対1位よ。多分1だと思う。それぐらい本当に美味しかったな。美味しい、あれは本当。お二人とも雑誌の専属モデルを務めていますが、うん、普段から気をつけていることはありますか？普段から気をつけていること、なんだろうね。あ、私これじゃない、あ、違う、これだもうお二人にこういうポーズが大変だったなど、モデル撮影あるあるを聞きたいです。気になる、やんちゃんのポーズね、うん、きついのあるよね、たまにね。うんうん、なんかある。あの、腰つったことあって。どんなポーズしてたっけ。なんか多分3人の撮影かな、うん、で、あのメンバーが上に乗ってきたんだけど、うん、その時に多分結構起き上がる、うん、起き上がりながら、うん、なんかこうすごいこうなってんだよ、うんうん、腰がこうなってて、さらに上に乗っかってるから、うん、余計腰に来ちゃって、うん、
立ち上がった時に、うん、もうつっちゃってずっと怖いってなってた、腰つるんだ、うん、へえ。結構弱いのかもしれん腰が。そうなんだ。それが結構大変だったかな。それは大変だな、うん、でもさ私とやんちゃんでさ、うん、あの雑誌の系統も全然違うからさ。違うね、確かに。もうほんとやんちゃんはファッション誌って感じのさ、うんうんうん、お洋服見せますみたいな感じじゃん。私はなんか独特なこう世界観での撮影だから、うん、確かに。なんかポーズとかも独特になって、あおっぱっぴり、あーはい、おっぱっぴりのおっぱっぴり、ね、とか、うん、あと寿司三昧とか、うん、そのねポーズをねカメラマンさんが要求してくれて。どういうことだ。そう面白いでしょ。すごいね。そうびっくりしたけどね。そんなことあるんだ、そんなこともあるんだと思って楽しかった。じゃあこれからあれだね、あの芸人さんのえそうだよポーズとか全部そう特徴的な芸人さんのえ確かに確かにとかあれでおすすめあれで A マスさんの YouTube に載ってる芸人さんのいっぱいネタやってるの連続で、うん、それめっちゃ多分あそれも参考にいい参考にできると思う。ポージングも参考にできますね、そうなん。でもさあやちゃんの方の雑誌に1回から寝たことあるけど、うん、普通だったな。あ本当、うん、あんまり要求とか。で私はまだそれは1回しかなかったよ。ああ本当、うん、そっか。でもね面白いよね、うん、そっちの方が ねいろんな経験できるしね。そうだね確かに。パワーとかあーあるね確かにね。バルシャーク、あどうなんだろうな。もしまたスター誕生に出れるとしたらどんな曲を歌ってみたいですか。おあでもさやっとさ、うん、最近になって自分たちも時代に追いついてきた曲が多いじゃないですか、うんうんうん、だから奇跡とか歌ってみたいかな。あーいいね。めっちゃ昔のやつよね、うん、あれはすごい青春時代だなと思うから。もう青春って感じね。奇跡は歌ってみたいかな。みんなで歌いたいな。それは確かにね。うん私あのそう4期生がスター誕生やってた時に、うんうん、あのプラネタリウム行きたいよを、うん、あの歌いたいですって、あのあ言った。そうオーダーをしてたのよ、うん、だけどなんか叶わなくて、うん、でそしたらあのミーキュンキュンが歌ってたの、うん、歌ってたね。そうそうそう、見た見た見た。 そう、それであーミーキュンキュン素敵と思って歌いたいね。 それね歌いたいな。迎えたい ね。でもねね、でもやんちゃん出たよねゲストでね。あー出ましたね、ごきせいちゃんラブラブラブ。どうだった？ドリカムさんのめっちゃ緊張したね。緊張した？やっぱりこう環境がちょっと違うじゃないですか、うん、人も違うし、うん、だからちょっとスタッフさんは一緒ですけど、うん、なかなか緊張するんだ。後輩に歌を聞かされるって。確かにちょっと自分歌苦手なのにって思いながら。後輩の前ってなんか緊張するね。そう緊張するよね。確かに確かに。なんか後輩の前で先輩先輩したいけどできない、うんうん、できない。緊張しちゃうから逆に下っ端になっちゃうっていう、うん、分かる分かるのがあるな。あと何だろう、10月11日、うーん甘いものと辛いものどっちが好き。どっちもかな。いや本当にこれ一生選べないよね。わかる。でも私、うん、最近すごい、うん、あのいい持たれる年齢、うん、あやちゃんも早いよね。早いね。そう全然今まで甘いものもいっぱい食べても全然いい、うん、大丈夫だったのに、うん、なんか本当にあの無理になっちゃって。でお肉もね、うん、この間焼肉行ったら全然脂っこくないのに4枚で4枚もうギブになっちゃって。早すぎる。だよね。早すぎる早すぎる。だからちょっと嫌なの。確かになんか好きなものをさちゃんとお腹いっぱいまで食べたいもんね。でもさやもね最近やばい。する？なんか胃もたれというか食べたらお腹痛くなるから。
もう怖い。もう本当にね、気をつけながら食べないといけないなって思って。そうだね。怖いね。怖い。早いよね。確かにね、早いね。18で胃もたれって早いね。あー、やだよ。どっちも好きだったな、でも。なんだろう、あと。どう？今後のミーグリで、こんなこと言ってくれたら嬉しいな、こんなことやってくれたらいいなというものはありますか？なんだろうな、友達感覚で話してくれるのが一番嬉しいね。いいかな。やっぱ、なんだろう、こう、アイドルにさ、やっぱり、こうやっぱ釣ってっていうのも、ね、全然いいと思うけど、やっぱり、なんかこう、親しみやすい感じの方が、確かに楽しいのかな。確かに、なんか全然お仕事とか関係ないさ、趣味の話とかさ。あ、そうだね。ね、楽しいよね。確かに。あとなんか時々聞きたくなるのは、私を好きになったきっかけとか、確かに時代とか、なんかどこが好きっていうのを聞きたくなるから。わかるわかる。ね。それは結構気になるな。あだ名むずくない？つけるの。あだ名ね。くださいって。いや、難しい、すごい。よね。え、なんか本当にしょうもない頭しか思い浮かばなくて。いや、本当に。だって、例えば、さつきちゃんの名前借りますけど、さつきちゃんっていうあだ名で、あだ名じゃない、名前であだ名つけてくださいって言われたら、さっちゃんとか、え、そうそうそう。さつーとか、そうそうそう。しかも、浮かばなくて。え、そうそう。え、そういうのでは大丈夫なんですか、ね、大丈夫だよね。なんかでも、前たまにね、全然違うこと言ったよな、例えば、ミシュランマンとか、言ったんだけど。そっちの方がいいのかなって思って逆に。つけられるときは。確かにね。だってさ、きっとさ、さつきちゃんだったらさ、さっちゃんって呼ばれてるじゃん、全然。だからさ、なんか特別感はないじゃん。そうそうそう。だからさ、そういうのさ、そう。どうなのみんな。なんかお皿とか、コップとかでもいいのかなって。そうそう。そういうのがなんかさ、記憶にもね。ね、残るしね。残るし。それ面白くない？でもさ、ミーグリでさ、その名前でさ、コップ、皿、なんだろう、電子レンジとか並んできたらさ、物の名前でみんな並んで。面白いよね。面白いな、その方がいいのかな。大丈夫だよ。え、そうなんだ。あ、大丈夫なの？いいと思いますって。ありがとう。やってみようかな、じゃあ今度。嬉しい。やべ、でもこんなこと言ったら次のミーグル全員それかもしれない。確かに。面白い。ありがとうございます。ありがとうですね。これはチートイツ、なんかあれだよね、なんだろう、ゲームの名前とかでも良さそうだよね。ああ、確かに。なんかキャラクターの名前でもね、レパートリーがいっぱい増えそう。確かに。あと、なんだ、あ、好きな給食のメニューって何でしたか？え、なんだった？ビビンバ。そうなの？ビビンバとカレーがめっちゃ好きだったな。え、カレーってさ、出るの？出ないの？え、私カレー本当に1年に1回ぐらいの、しかもなんか防災の日とかの、なんかレトルトに入ったその防災で食べる、なんかそのカレーしか出たことなくて。なんか変わってた学校に行ってたとかじゃないよね。いや、どうなんだろう、わかんないけど、普通のカレー出たことないの。なんでだろう。いいなぁ、カレー美味しいんだ。カレーめっちゃ美味しかった。揚げパン出たことある？揚げパンある。揚げパンもないのねぇ。ちょっともうね、一回北海道の学校行こうじゃん。一回小学校行こう。行きたい。揚げパン食べたい。え、北海道の給食はなんかさ、北海道っぽいやつ出る？なんだろうな、なんか出るかな。でも牛乳って飲むよね。でも牛乳もなんか美味しそう。いや、多分普通の瓶じゃない。あ、パック？パックだった。あ、なんだろう、北海道別にあんまりあれかもしれないな。へえ。いくらとかも出ないし、お寿司も出ないから。あ、そうなんだ。うん。ザンギも出なかったな。あ、ABC スープって知ってる？あれ美味しいよね。懐かしい。自分の名前探すんだよね。探すの作ってるし。そう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 、スープでね。わかる。あれいいよね。確かに。いや、海鮮出なかったんですよ。出ないんだ。多分危ないんですかね。あー、確かにね。お米のタルトわかる？お米のタルト？うん。知らない。なんかデザートで、
タルトみたいなやつなんだけど、うん、お米のタルトって名前で、なんかね美味しいの素朴で。デザートが出たことないの？なんかデザート出ないの？ヨーグルトとかプリンとかしかないかな、うんうん、それは出るの？それは出るけど、うん、ケーキだよね。あ、そう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 。ないかもしれない。あ、そういう系はない、うん、へえ。すごいね、こんな地方で違うんだね。ね、あ、私の好きな給食は、うん、あの絶対わかんないと思うけど、うん、ジャコと大豆のカミカミフライっていう。あ、わかんないわ。そうそう初めて聞いた。ジャコと大豆のなんかちょっと、そう、ジャコ鮭。え、あ、お魚ジャコってシラスみたいな、シラス、あのジャコ、ええ、ジャコにジャコってその地方のあれってあるの？え、わかんない。ジャコって地方なんですか？え、ジャコ、え、ジャコだよ。ジャコ、チリメンジャコとかのジャコわかんない？え、シシャモとかじゃなくて？あー、全然もうチビチビ、もっとチビ。なんだろう。あ、白いとこいてる。あ、もうこんなん、こんなん。え、待って待って待って、シラスじゃないの？あ、そうそうそう、シラスみたいな。シラスだよね、多分。シラスとジャコって同じなの？かな、多分一緒だよね。あ、え、違うの？違うの。まあでも見た目は一緒。なんだろう。あ、違うのってもう書いてる、ちょうど。どちらもイワシなんとかを使った食材です。稚魚を使った食材です。イワシラス、しっかり、あ、少し乾燥させたものがシラスで、しっかりと乾燥させたものがチリメンジャコだってさ。あれは同じなんだ。なんだ。え、そう、ジャコと大豆が揚げてあって、なんか甘辛いタレで絡めたの。うわー、うまいよ。そう、それが好きでした。そうなんだ。それ出たことないかもしれんな、それ。そっか、そっか。給食も食べたいなー。ねえ。ちょっと給食味わいたいな、一回ね。え、ソフト麺は出た？なんだそれ。え、麺はさ、どういう感じで出てくるの？袋に入ってました。あ、それだ。ソフト麺かな。あ、かな。え、お皿で切ってた？え、箸で切ってた。あ、箸派？箸派。お皿派。あ、どうやって切るの？お皿で。え、お皿でさ、こうやって。あ、なんかピザみたいなやつ。そういうことか。すごい、箸で切るんじゃないんだ。箸で切るんだ。そう、箸で4等分にしてましたよ。あ、そうそうそう、ね、だよね。そっかそっか、それは共通だな、嬉しいな、ね、なんだろうな、あと。へえ、地元の方言ってあるの？愛知って。え、あるよ。ある。あの、机を吊るっていうの、運ぶみたいなこと。吊る。そう、だから給食じゃない、お掃除当番も、うん、こう雑巾掛けとかの並びで机釣りってのがあって、すごい、机釣ろうってみんなで言ってね。かわいい。何それ、お魚釣ろうみたいそうそう。そうなんだ、かわいいね。みんなのかわいいって言って、うん、釣るって。北海道なんだろうな、ボタンを間違えて押した時に、うん、お刺さった。お刺さった？お刺さった。へえ。だから、あの前、こうエレベーターとかでやったことあるんだけど、うん、何って言われた。何ってなるね。お刺さった。知らなかったから。かわいいじゃん。そう、足つったとか言わない？え、足つった。足つったって、あの、つっただよね。同じだよね、つった。うん、もう俺なんだ。びっくりした。なんだなんだ。あと、鉛筆削って、うん、こう尖ったら、トキントキンっていうの。トキントキン、初耳。そうで、それ、びっくりしたの、うん、方言っていうか、名古屋の使う言葉って、うんうん、だから鉛筆削ったら、見て、トキントキンになったよって言うの。とんがったよとかじゃなくて。そう、そう、それがね、東京で使わないって知って。そうなんだ、トキントキン初めてだな。びっくりしちゃった。めんこいとかもね、かわいい。あ、ちっちゃい子とかよくめんこいねって言うとかする。いいなぁ、方言って感じ。あと、おちゃんこも言うかも。おちゃんこ、あの、座りなさいっていう、おちゃんこしてって。かわいい、ね、かわいいよね。おちゃんこは言うなぁ。あとなんだ。あ、ゴミを投げるね。放火、放火、あれ、放火って
何放課後の、うん、放課後私授業あって、うんうんうん、授業と授業の休み時間放課って言ってるの。授業と授業の休み時間を放課って言ってる、うん、言わない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 、うん、なんだろう5分休みとか最後のえ放課はさいつでいつのタイミングに言うの。え放課って何。あ放課はまずない。うんそうなんだ。放課後じゃなくて、うん放課ないかもな。え、あるのかなみんな。放課がないって書いてる。放課後だね。方言なんだ。ないよね、ほら、やっぱ、名古屋なのかもしれん。すごいじゃん。また一緒さ。中休みとかね、確かに。だね。かな。東京にもの初めて聞いたって言ってるわ。ほんと。15分休みとかね、確かに。やんちゃんとあやめちゃんが今一番大切にしているものは何ですか。大切にしているもの、なんだろう。なんだろう。なんだろう。大切にしているものか。あ、でもあれかも。乃木神社で引いたおみくじ、うん、はずっと持ってる。私もあんなずっとあるわ。持ってるよね。お財布に入ってるわ。そう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 、お財布とか。あとなんか北海道で行った場所の、うん、なんだろう、こう結構なんだ選抜に入る前とかにお参りしてたんだけど、うんうんうん、そこのお守りとかはずっとカバンに入れてるかも。へえ、お守りね。お守りね。そう、お守りめっちゃ確かにいっぱいあるわ。あるよね。うん。説明してそう。ええ話や。御朱印って集めてる？集めてる。集めてる？うん。そう集めたいの。え、なんか東京来てからね集めてなくて、地元にいる時は毎週ね神社行って、うん、お父さんと御朱印集めしてたの。名古屋だけじゃな、愛知だけじゃなくて。そう、愛知の神社にお父さんが自転車が好きで、自転車で2人で神社巡りしてた。そうな、サイクリングみたいな。あ、そうそうそう。いいねいいね。そう、楽しかった。そうなんだ、いいな。あ、確かに富士山に持ってってたか。あれ、あやちゃん持ってってたっけ。あれ、富士山は持ってってないですえ、持ってってないよね、私。なんだっけ。え、富士山にさ、何持ってった。そうや、コンパスそうだ、コンパス持ってってた。コンパスね。え、癖強いな。ちゃんとそれまだ持ってるんだ、自分ですごいじゃん。そう、なんだろうな。あ、ミサンガ。あ、そうだよ、ミサンガか。私はみね、やんちゃんとさくちゃんが買ったやつよね。そう、買って、ちょうどプリンシパルの時にね。そうそうそう、撮影した時に買いに行ったっていう。東京で好きな景色、場所は。え、私、うん、あの首都高から見る夜景。うわ、めっちゃわかる、ね、大好き、すっごい。わかるよね、うん、本当にいいよね。え、昨日、首都高通って夜に、うん、昨日の月見た。え、見たよ、丸かったよね。昨日月やばいよね。綺麗だったよね。そう、めっちゃでかくてまん丸で、うんうん、なんかしかもなんかちょっとオレンジ色で私が見た時、うん、あー、そうなんだ。そうで、ちょっと雲かかってね、超綺麗で。うわ、最高だね。写真撮ってね、みんなに送ったの、モバイルで。いいねいいね。いや、それも昨日撮ろうと思ったの、うん、車から私仕事終わった時に、うん、でもやっぱ体がドーンってなって携帯撮る力もなかったそっか。やんちゃんの好きな景色。ハンターズムーンっていうのって昨日。うん、へえ、すごい。なんだろうな、好きな景色か。あの大手町、うん、あるじゃん、あの皇居の近くの場所は、うん、あのー、
結構好きかも。なんかビルが結構、あ、そうだね、特殊なビルが多いじゃん、うんうん、し結構高いビルが多いから、うん、夜がいいよねやっぱりね。え、やっぱ東京はビルのさ、うん、景色だよね、夜景はね、すごいよね。なんかさ、うん、なんだろう、北海道まあすごいっちゃすごいですけど、うん、東京のビルはレベルが高くなってるというか、うん、なんかこんな上にこんな何貼ってんの、うん、あそこみたいなやつが多いからちょっと気になるよね、うん。でもさ、なんかよくさ、うん、考えるんだけどさ、うん、このビルビルを、うん、ビルたちを全部人がこうトントンして作ったって思ったら、ね、うん、なんかすごーって思うよね。そうだね。だってもういつからあるんだろうね。ね。東京のビルって。ね、本当に。あとなんか東京のビルにいっぱい人がいるじゃないですか、中に。うん、それがいっぱいあるじゃないですか、ビルが、うん、だから本当にいっぱい東京に今いるんだなって感じる。え、わかるわかる、ここには何いるんだろうって、え、怖いってなるよね、なんか一瞬回ってめっちゃ気になるってね。そうそう、そうだよね。これだけは一生食べつけ続けられるわってやつありますか？芋けんぴ。めっちゃわかる。マジ？待って、私今ね芋けんぴ食べたよ、うん、今日。マジ、うん、どこに食べたの？あ、これ聞いていい？いや、え、あのさ、日本、え、これね、マネージャーさんがね、今日、うん、今日いるマネージャーさん、うん、買ってきてくれて、この前、あの日本橋にさ、芋けんぴのさ、うん、美味しいの、あの、してる？あのね、教えてもらったファンの人に。え、そう、そこのやつ。いやね、一回は行きたかった、めっちゃ。え、そう、確かにな、あれいいよね。え、わかる、芋けんぴってほんとさ、うん、一生いけるよね。あれはね、食べ続けられる、あの顎が弱くならない限り。え、わかるわかる、食べ続けられる、あれはやばい。ベストアンサーじゃん。ベストアンサーよこれ、ほんとに芋けんぴは。と、なんだろう、あ、リラックス方法ってある？リラックス方法、うん、気になる。え、ないんだけど。ない？え、だってさ、あやちゃんってあんまり落ち込むことある？落ち込みはしないかも。だよね、うん、悩むことはあるけど、ふーんってなんか落ち込むことは、ふーんってな、そう。え、なる？めっちゃある。あ、え、どうすんのそういう時は。なんだろうな、何してるんだろう。もう時の流れに任せるって感じかな。でも、うん、映画館で映画見えたら、うん、すっごいね、いいよ。マジ？なんか家じゃなくて映画館で、うん、映画を見たら、ね、本当になんかなんかね、うん、気分落ち込んでても、うん、すごいね、全部なくなっちゃうの。マジか。でもなんかさ、映画館ってさ、うん、あの映画館の中と外じゃ雰囲気違くない？雰囲気というか、わかる。なんだろうね、あれ ね、あれすごいよね。映画館おすすめ。確かに行ってみよう、映画館なんかあったら。そうね、うん、あー、終わっちゃった。いっぱいのたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。ではここまでということで、質問してくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、そろそろエンディングのお時間になってきます。い、早いね。ということで、今から感謝を込めて上位の方のお名前をお呼びしたいと思います。はい、10位からですかね。どこだどこだ。わ、すごいいっぱい書いてくれてるよ。本当だ。はい、10位、どうする、一緒に、一緒に言っちゃう。せーの、マナ、マナちゃん、ちゃん、あっとまーく、あやめん、一生ツインテールでいいよ。ありがとうございます。あやちゃん、今日からずっとツインでいますので。これはもう終わりかな、私。9位、9位、せーの、国彦さん、あやめん、ドラマ、ドラマファイト、ありがとう、ありがとうございます。ファイト、ファイト。続いて1位、せーの、バッシー、あとマーク、ボーカルオーディション合格しました。おお、おめでとう。ミーグリでオーディション行ってくるって言ってた。あ、あやちゃんの、うん、おおめでとうございます。おめでとう。続いて7位、ハルマン、ハルマン、ハットマーク、スプラローラー最高。なんだろう、あれ
ゆうと、あっと、あやめちゃん、ドラマ出演おめでとう。無理しすぎないでね。うん、優しい。ありがとうございます。続いて5位。せーの、せいちゃん。ちょっと待ってるかな。あっと、あやめちゃん、すっすっすどういうことなのこれ。すっすっすって何。ありがとうございます。4位。せーの、ガジちゃん。あっと、あやめちゃん、体調無理しないで、ドラマ撮影頑張ってね。あ、ありがとう、みんな頑張って。ありがとう。続いて4位かな。じゃあ、ね、3位だね。せーの、きっくん。あっと、あやめちゃん、かわいい。ありがとう。続いて2位。せーの、ヨーヨーヨー3。ありがとうございます。続いて1位。せーの、しんちゃん。ありがとうございます。嬉しいですね、たくさんの方。はい、ということでここで乃木坂46からのお知らせです。はい、乃木坂4630枚目シングル好きというのはロックだぜが発売中です。ぜひチェックしてください。ロックだぜ。そして10月31日月曜日は、うん、樋口日奈さんの卒業セレモニーが東京国際フォーラムにて行われます。はい、もう今月だよね。今月だね。もうすぐだね。ああもうか、もうまやさんもね、楽しみに気持ちをねね、落ち着かせて、はい、見たいと思います。送り出したいと思います、はい、続いて11月16日水曜日に真夏の全国ツアー2021ファイナルおイン東京ドームブルーレイ &DVD が発売されます。お、楽しみですね。これも私たちいらっしゃいますから。はい、いらっしゃいます、はい、あと何かあります、告知は。あとはまあないかな。そうですね、大丈夫かな、うん、いろいろお二人のチェックしてください。次回の乃木坂ナンバーワンは10月19日水曜日の19時から生配信の予定になります、うん、次回のメンバーは追ってお知らせします。ツイッターなどでチェックしてください。お願いします。また、次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストロールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、はい、ということで見てくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。残り3分ですけどです、ね、コメント拾いますか。はい、読みましょう。はい、あ、ラビット、そうじゃん。あ、そうですね、10月から12月まで毎週月曜日の朝8時からTBS 系列で、ラビットさんの、月曜日のシーズンレギュラーにならせていただきましたので、ぜひ見てください。頑張れ。ありがとう。朝早いよね、きっと起きるのもね。そうですね、朝は弱いですね。弱い？弱いです。あ、そうなんだ。もう朝はじゃあちょっとドラマの宣伝もいいですか、ね、あ、そうなんですよ21日、今月の21日から、うん、深夜にあの真相は耳の中っていうドラマをやるんですけど、あのミステリーコメディドラマみたいな感じですごい楽しんで見れるのと思うので、皆さんぜひ見ていただけたら嬉しいです。見ます、ぜひとも。お願いしますあとはラジオだね。あ、そうだね、エアジー乃木の見てください。ぜひ聞いてください。お願いします今リアルねかな。そうだねって感じ。 あ、スクショタイムしとく。あ、確かに、ラストあと1分ですけど。え、どうしよう。何かありますかね。今流行りのポーズとかあります？ないです。あ、じゃあツインテール持ちます。ツインテール持ってみます。にゃー、キラーンってなった。イエーイ、やったね。あなた、なんだろう、なんか流行りのポーズとか全然知らないんですけど。私もポーズ知らないな。ね、何やってんだろう。あ、ヨマニ。ヨマニ超えました。ありがとうございます。すごい、ヨマニか、嬉しい。みんな明日からも頑張ろうね。頑張ろうね、本当に。はい、ということで、
見に来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。残念ですがそろそろお時間みたいです。また会えるのを楽しみにしております。以上、乃木坂46の神奈川さやと筒井あゆむでした。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。